かバターか。いや、両方乗っけんじゃないの。え、マイコンなんだった。もう普通に聞こえなかった。いや、いいんだけどさ、うん、なんでこんな企画的に良さそうなものだし。スーパー機械なんか俺らのコンロのスーパーバージョンみたいに出てきた。すごいやつ出てきた。小池さん、俺らさ、今日企画、料理企画やってたとしてさ、コンロ持っててさ、おいいです、自慢用があるんでって言って笑うけどね。えってなるよ。あ、ちょっとこのボンベつきませんね。あ、こっち使いますんでいいっすよ。え、なんでこいつばっか、なんか携帯充電器みたいな感じでボンベ出してるの。ありがとうございますってなるよ。いいんですか。いいんです。さっきも使ってましたから。吉田さん、なんでボンベ持ってるんですか。真面目にやってきたから。真面目にやってきたから。失礼しました。すごいね、うまいじゃん、絶対これ。絶対うまいじゃん。来たてと言えばいいか。ニンニク卵完成です。ニンニク卵だけどこできるのかな。やる、先にやっちゃう。うん、ラジオいけるか。いける。いいよ、いい。あ、じゃあ俺ちょっと外せんね、これ、はい、さっきからね、そのニンニクホイル焼きでね、卵作ってたんですよ。めっちゃうまそうじゃん。完成でしょ。いや、星さん、卵大好きクラブの吉田さん書いていいですか。はい。1日に卵1個摂取しなきゃ死ぬ病だからさ。あ、じゃあ摂取してください。あの、これが醤油必要なのかどうかとかさ。え、でもさ、よくさ、これさ、ただでさ、ただでさ、つまみできたね。あげます。これね、ああ、塩と醤油振ったら絶対うまいやつやん。あ、かける、うん、かけたい、かけたい。ちょっと先に調理しとくね。ああ、結構振った方がいいかもしれない。これで、だしみたいに取るのが、ね、醤油、これだし醤油みたいなやつやからちょうどよかった。あー、うまい。あー、うまいわ、これ。こんぐらいだろう。じゃあ、保湿さん、お願いしますよ。いいっすか。いいですよ、これ。うまいよ、多分。あら、いやか、ね、卵焼き加減がね、抜群。マジで、うん、よかった、よかった、これやっといて。マジ、ただでつまみできたわ。あ、もう一回も。あかん、あかん、あかん、あかん。そこないとさ、橋田とかさ、大宮からのご飯。いや、もう、大変だね。ただでうまいのできたわ。あ、これあかん、これあかん、これあかん。醤油かけた後の飯、醤油かけた後もこれ食ってねえからな。これあれだ、480円だ。あ、うまいよ、おい。この大きさで480円だ。英断だったな、これ。卵流し込んだの。いけるいける。え、もうちょっと1分増えたじゃん。もうちょっとできる。いや、でもこいつがいるからさ、ギリかな。あ、1個か、でもギリいけそうだな、後で。いやー、こいつを空っぽにして流し込めば。うまいよ、おい。これうまい、うまいな。で、企画でした。以上、スイエルキスタイトモロー。イエーした、2分半。うまい、うまいよ、これ。うまいよ、土佐にやって割にうまいよ。